こんにちは、かよです。今日は B プレーンの新商品を合わせた計8種類の正直レビューをしていきたいと思います。今回紹介しなかった商品につきましては以前の動画で詳しくレビューしているのがありますので、よろしければご参考いただけると嬉しいです。 B プレーンは今楽天から数量限定でとてもお得な福袋が出ているそうなので、こちらの動画がご購入の参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まず一つ目はこちら、B プレーングリーンフルバブルウォッシュオフマスクです。ファヘのウォッシュオフパック部門では現在9位、口コミ評価は 3.95 となっていました。こちらは洗い流すタイプの低刺激なパックとなります。こちら1本で毛穴の汚れや角質などを優しく落としながらクレンジングもしてくれるので、とても便利なアイテムとなります。テクスチャーは少しこっくりしたクリームのようなタイプです。細かい粒が入っていますが、お肌に全く刺激を感じません。薄く伸ばすと数秒で微細な泡が立ってきます。ヒリヒリしたりすることも全くなかったです。香りはエステの泥パックのような海の香りがして、私はとても大好きで癒しの香りです。泡が立ち始めたらお水で洗い流していきます。洗い流した後はふっくらともちもちになり、透明感が増したお肌となります。こちらを使ってみた感想としては、角質ケアパックの中では一番気に入っています。スクラブやゴマージュタイプのものはどうしても摩擦で刺激になってしまったり、あとは時間を置くタイプのものもだいたい10分から15分ぐらい置くものが多いんですけれども、こちらは摩擦による刺激がなく、時間も全部合わせても30秒ぐらいで簡単にできるので、とても便利で気に入っています。敏感乾燥肌の私でも使用した後は突っ張ったりすることもなく、お肌のキメが整って化粧のりが良くなるので、週1程度のスペシャルケアとして重宝しているアイテムです。続いてこちら B プレーンバハピーリングアンプルです。ファエの美容液部門では現在第18位、口コミ評価は 4.22 と高評価です。こちらは夜に使うと眠っている間に硬くなった角質を柔らかくして、朝洗顔だけで綺麗に洗い流してくれる低刺激な角質除去ピーリングとなります。テクスチャーはサラッとしながら若干とろみがあるタイプです。ベタベタ感やピリピリ感もなく、お肌にスーッと馴染んでいきます。香りも全くありません。保湿力自体はあまりないので、この後保湿力のある美容液やクリームで整えるのをおすすめします。こちらを使ってみた感想としては、お肌に刺激なく角質ができるのでとても気に入っています。こちらを使うと翌朝、額や鼻のザラザラが改善されていて、お肌が全体的につるんとなってニキビ予防にもなっている感じがあります。ただお肌がすごく敏感な時に使用すると若干ピリピリ感っていうのがあったので、炎症してるニキビがあったり肌荒れがある時は使用するのを控えるのがいいかもしれません。またバハは紫外線に当たると敏感になる可能性があるので、基本的には夜の使用をおすすめしていて、朝に使う場合は日焼け止めが必須だそうです。低刺激ですが角質のケアピーリングとなるので、毎日使うというよりは週に2回ぐらいのスペシャルケアとして使ってあげるのがおすすめです。続いてこちら B プレーンカモミール弱酸性ローションです。ファエの乳液部門では現在6位、口コミ評価は 4.36 と高評価です。こちらは以前もっと早く買えばよかったという動画でも紹介させていただいたアイテムとなります。フランス産の紙ずれカエギスが 70% 配合されていて、お肌を保湿しながら鎮静してくれる効果があります。弱酸性となるので敏感肌の方でも安心して使うことができます。テクスチャーはサラッとした乳液タイプで、みずみずしくお肌にスッとなじみます。乳液なのでかなりさっぱりなのかなと思ったのですが、セラミドや低分子ヒアルロン酸が配合されているので、お肌の内側からもっちりとしたお肌となり、さっぱりしながらも保湿力があります。香りはほぼ無臭に近いです。順序は美容液の後に使用していきます。こちらを使ってみた感想としては、こちらは朝のメイク前の乳液として使うのがとても良かったです。私はすごく乾燥肌なので、夜に使うのには若干保湿力が物足りないなと感じたので、この後クリームなどでもう一層保湿をしてあげるのをおすすめします。普通肌や姿勢肌さんの方はこちらの乳液だけでもさっぱりとしながら保湿力もあるので、とてもおすすめなアイテムです。続いてこちら B プレーンヒアロニックアクアジェルです。ファエのジェル部門では現在10位、口コミ評価は 4.21 と高評価です。こちらは新商品の中でも私的に一押し大ヒットなアイテムとなります。 B プレーンでも完璧なテクスチャーや使用感のために1年以上かけて開発したアイテムだそうです。こちらは低分子ヒアルロン酸やマデカソサイドが配合されていて、保湿と鎮静効果のあるしっとりとしたジェルタイプとなります。テクスチャーはこっくりしたジェルタイプとなります。ジェルタイプなのにピタッと膜を張ったような水分感あふれる仕上がりとなり、ジェルの軽やかな仕上がりとクリームのしっとりっとりとした仕上がりのいいとこ取りのような新感覚の保湿ジェルクリームです。馴染んだ後はベタつき感がなく、長時間潤いが続き、朝まで乾燥もなかったです。香りも全くありません。順序はスキンケアの最後がおすすめです。使ってみた感想としては、こちら本当に出会えてよかったアイテムです。B プレーンからも保湿力のあるクリームが出てくれたらいいなと思っていたんですけれども、クリームの代わりとして使っても全く保湿力が劣らず、テクスチャーや使用感がとてもいいので本当に気に入っています。こちらをたっぷりめに塗ってスリーピングパックのように使っても、翌朝のお肌がプルンと回復しているのでかなりおすすめです。ベタベタしたクリームが苦手な方や、メイク前にも使える保湿をお探しの方にぜひおすすめしたいジェルとなります。続いてこちら B プレーンシカフルクーリングジェルです。パエのジェル部門では現在5位、口コミ評価は 4.36 と高評価です。こちらはツボクサエキスが 92.6% 配合されているジェルタイプとなるので、熱感のあるお肌や敏感なお肌の鎮静にとてもおすすめです。またセラミドやイチジクエキスが配合されているので、お肌のバリア機能を高める効果も期待できます。テクスチャーはしっとりとしたジェルタイプです。水っぽいタイプではなく、ピタッと密着するような感じがあります。なじませた後はお肌がしっとりとしてもちもち肌になります。重ねて使ってもベタつき感が全くありません。香りもないです。順序は美容液の後にお顔や体に塗っていきます。こちらを使ってみた感想としては、こちらは夏の使用や姿勢肌さん、炎症しているニキビなどでお悩みの方などにとてもおすすめです。熱感を持ってヒリヒリとしたお肌を鎮静してくれる効果があるので、こちらのジェルを1層塗っておくとかゆみが引いてお肌が落ち着くのを実感しました。でも乾燥肌の私にはこちらを仕上げに塗るだけでは少しさっぱりすぎたので、冬の季節や乾燥肌さんにはこちらのジェルの後クリームで保湿をしてあげるのをおすすめします。続いてこちら B プレーンよもぎアイバターです。ファエのアイケア部門では現在3位、口コミ評価は 4.31 と高評価です。こちらも以前もっと早く買えばよかったという動画で紹介させていただいたアイテムとなります。鎮静効果のあるよもぎエキスが 52% 含まれているほか、保湿成分やシワ改善、美白機能成分も含まれているアイクリームとなります。テクスチャーはかなりこっくりとしたバターのようなクリームとなり、油分感があるのでスルスルと目元をマッサージするようになじませることができます。色はよもぎの淡い緑色をしていて、香りはほぼ無臭となります。こちらを使ってみた感想としては、やっとずっと使いたいアイクリームに出会えたという感じです。香りもなく、テクスチャーもスルスルと塗りやすく、保湿力も高いので、目元だけではなくて額やほうれい線、首元など年齢が気になる部位に集中ケアとして使うのもおすすめです。続いてこちら B プレーンシカフルカーミングマスクです。ファエのシートマスク部門では現在20位、口コミ評価は 4.53 と高評価です。こちらは以前違う動画で紹介させていただいた時に、新商品ということもあって、その時はまだ87位だったんですけれども、今回20位にランクアップしていたので、さすが実力派スキンケアという感じです。こちらは大人気のシカフルアンプルが高濃縮で配合されたパックとなります。ツボクサエキスを 83% 含んでいて、お肌の高い鎮静効果があります。中は B プレーンのバンブーヒーリングマスクとは違う素材のシートとなります。こちらは 100% 天然セルロースシートで、プルプルとした密着感のあるテクスチャーです。パックのサイズや密着感も良く、20分経っても全く乾燥せず、使用後はお肌を鎮静しながら保湿してくれる感じがあります。エッセンスもシカフルアンプルのような感じの若干とろみのあるエッセンスが入っていますが、袋に残ったエッセンス自体はそんなにたっぷりではなかったです。こちらを使ってみた感想としては、こちら鎮静したい時以外でも使用感が良く保湿力もあるので、デイリー使いしたい本当にお気に入りのパックです。特にマスクで肌荒れした時やニキビができた時など、シカフルアンプルと合わせてこちらのカーミングマスクも集中して使うと、お肌が早く鎮静してくれるのを実感したので、とても重宝しているパックです。最後はこちら B プレーンクリーンオーシャンモイスチャーサンクリーン SPF50 プラス PA3 プラスとなります。ファエの日焼け止め部門では現在11位、口コミ評価は 4.51 と本当に高評価です。こちら以前2020年ベストコスメでも紹介させていただいたんですけれども、その時はまだ24位だったんですけれども、すでに11位まで急上昇しています。もう本当にさすが B プレーンという感じです。 B プレーンの日焼け止めはノンケミカルタイプと紫外線吸収剤が入っているこちらのタイプと2種類あるんですけれども、韓国ではこちらのタイプが圧倒的に人気があります。テクスチャーは水分クリームのようなみずみずしいタイプで、伸びがものすごくいいです。馴染んだ後はお肌がもちもちになり、日焼け止めですが長時間乾燥することが全くありません。白っぽくなることもなく、メイクにも全く響かないです。香りも一切ありません。こちら使ってみた感想としては、日焼け止め難民の方にはぜひ一度試していただきたいおすすめの日焼け止めです。日焼け止めってどうしてもキシキシしたり伸びが悪かったり、時間が経つとパサパサしてくるものも結構あったんですけれども、こちらは日焼け止め効果も高いのに水分クリームを塗ってるような感じで不快感が本当に全くないので、個人的にはパーフェクトの日焼け止めです。ではここまで B プレーンの新商品8種類の正直レビューをさせていただきました。以前の B プレーンのまとめ動画も見ていただいた方は、ほぼ B プレーンの製品は全部網羅したと思いますので、 B プレーンマニアになっていること間違いなしです。こちらの動画が参考になりました方、高評価やコメントを残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。